除草剤って草にかけて枯らすってのが普通じゃないですか。リベレーターっていう小麦で使う除草剤は小麦にかけても枯れずに他の草だけ枯らします。しかもこれから生えてくる草も処理数を作って抑えてくれます。魔法の薬です。この白いのがリベレーターです。使用方法をよく読んで使います。麦3容器まで使用できます。イネ科雑草1容器まで使用できます。注意1、覆土は3センチ以上。注意2、散布後に大量の降雨が予想される場合は使用しない。注意3、土の種類が佐渡の場合は使用しない。 BSA950 って機械で散布します。水が950リットル入ります。希釈水量100リットル 10A。 農薬を扱うときは手袋を着用してください。BSA950 の操作方法はまた今度動画を作ろうと思います。